おはようございます、こんにちは、こんばんは、塾長です。8月22日日曜日はチンチン電車の日。この辺あんまりチンチン電車が走っていないので、あんまり馴染みがない感じがしますけれどね。都内でね、今でもね、動いてるところがあります。皆さんチンチン電車に乗ったことがありますか？はい。一番初めに走ったのが、なんと新橋品川間なんですね。1903年のことであります。その前に1895年に、内国勧業博覧会というのが上野公園の中であって、そこでね、チンチン電車こんなんですっていうのを初めて走らせたのが、路面電車ね、初めて走ったということですけど、それでちょっと実験的なことをやって、こういうのがちゃんと走るよっていうんで、営業が始まったのが1903年の8月の22日ということですね。はい、ということです。偉人が亡くなりますとですね、その人の冠で、今日は島崎藤村さんですけど、藤村記と呼ばれてるそうなんですね、今日はね。というわけで、島崎藤村、夜明け前であるとか、破壊とかですよね、受験で覚える人からしてみるとね。はい、じゃあ島崎藤村さんの、今日は名言を引っ張っていきたいと思います。今日まで自分を導いてきた力は、明日も自分を導いてくれるだろう。とっても当たり前なんですよね。だからラッキーっていうのは、それまでのその人の積み重ねなんですよね。その積み重ねの中のものがたまたま出てくる。だから、その何か試験に受かりたいね、何かを成し遂げたいって言ったら、それまでの努力というのが絶対にそこに反映されてくるとね。実力のないものがそのまま発揮されることっていうのはなくて、仮にもし万が一たまたまそういったことがあったとしても、それは継続できるものではないんですよね。やっぱりそれまでのものがあったから今の自分がある。だから、そのね、自分がこうなりたいっていうものを確立するためには、それまでの努力、それまでに成し遂げなければいけないことっていうのをしっかりやらなければいけないということです。とっても当たり前のことですけれども、なかなかこれを継続してやることが難しい。明日の力のために今日の力をしっかりと発揮できるように頑張っていきましょう。それでは皆さん、今日はここまで。皆さん、またね。